インディーズバンドルームさんのリーダーこと僕はノランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、先日僕の友達というか知り合いの、南光サンセット TV の別のね番組に出たんですけども、まあ、YouTube チャンネル、はい、別のチャンネルで出たんですけども、はい、まあ作戦というか、まあ、ちょっと盛り上げてやろうと思って、うん、その番組の前に僕一人で生配信やりまして、でこれからその別の番組出ますよっていう告知をしてたんですけども、うんうん、でまあその後視聴者さんがどれぐらい来るかなと思ったんですけど、うん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 、まあそんなまあ時間がねちょっと夕方6時とかやったんで、まあ、怖さ半分ね。そうそんなに来ないやろなと思ってたんですけど、はいはいはい、いざ番組開始されるともうドバーッとチャットコメントが流れましてありがとうございます、もう本当ありがとうございますということで、ね、いや思ったより来てびっくりしたんよ時間と、うん、なんか曜日も中途半端じゃないですか。そう火曜日と火曜 日、ね、火曜日の夕方なんで、ね、なかなかね、うん、時間的には難しい時間になるんですけども、うん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 、それがですね、まあ、結構視聴者の方が流れてきていただいて、僕は夕方5時から自分で配信してたんですよ、うんうんうん、外の海でね、あれ気持ちよかったですよ、ね、海辺のここに普通に海辺にこうやってあぐらかいて座ってカメラポンって置いてiPhone1 個ポンって置いてやってたんですけど、はいはいはい、今から出ます。でも雨降らんで良かったですね。うん、良かったですね。で配信して、うん、でその後30分後にその別の番組が始まってっていう、うん、結構忙しかった。配信終わってバー片付けてトイレやなんやかんや全部済まして上行ったらもうみんな待ってるからでバーって段取りして結構忙しかったよなあれ配信ってなかなか切り時が分かれへん時あるやん。確かに切りいいところってなかなかこうコメントが続くと切れない時があったりとかするんですけど、まあまあ30分自分で配信した後にその番組に行くっていう形ですね。はい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 、でまあなんとその僕の出演は6時からなんですけども、うんうん、その番組は5時半からやってたんですよ、はいはい、でももう5時半からまあ何名か7、8人待機してましてですねあこれ多分うちの視聴者さんやなと思って、うんうん、で待機していただいて、でまあ僕は出た6時、まあその僕は出る前からもずっとコメントを流れとったんですよ。はいはい、あすごいですね。でわーって、そこで僕が出た瞬間にもまあいろいろコメントいただきまして、はいはいはい、でまあ僕が出演終わるじゃないですか、うん、で僕は懸念してたのは僕の出演が終わったらうちの視聴者さんがいなくなるんじゃないってそれちょっと懸念してたんですけども、うん、なんと最後まで見てる方が結構多くですね、半数以上の方が結構長かったんですよ。1時間半ぐらい全体であったんですけども、それをちゃんと最後まで見てコメントをしていただいてっていう、なんか本当にもううちのなんかこのルームさんチャンネルの視聴者さんどんだけ優しいねとちょっと思ったんですよ、ね、優しいですね。動画で言っとこうかなと思ってなんて素敵な方たち。いやでも大抵は普通ってそのやっぱりその目的の人がいなくなったら見なくなっちゃったりとかするんですけども、あんまそういうことがなくて最後まで結構な人数がいたんで、優しいなと思いながら、なんかさしみじみちょっとそれを感じてたんで、ねえ、だってそれ以降一切なんかこうコウさんが出てるとか、まあ、ルームさんの曲がちょっと流れるとかっていうのはないなかったですよね。最後の2秒ぐらい出たけどな。2秒一瞬やねでもそれも出るか出るか分からへんかったから最後のバイバイだけはしましたけど、ね、うんうんうん、それも分からん状態なんですけども、まあそれでも皆さんずっとね見ていただいて、最後まで見ていただいてということで、非常に私の株も上がりましたということで、そうですそれかいとでもね、やっぱりついてるファン層ってそのアーティスト物語っていうところがあるじゃないですか。実際そうですね、だから、うん、うちでその取り扱ってるっていうか、ね、まあトシちゃんだとかアウディさんだとか、うん、岩崎宏美さんだとか、うん、でやっぱりファンの方がちゃんとしてるというか、すごい大人ですね、優しい方が多いんだなっていうのが、心の広い寛容な大人の方が多いっていうか、そうこれが例えば YouTuber のファンとかやと全く状況が変わるんよね。荒れるというか結構荒れる、まあ、なんかね YouTube そう YouTuber 同士のファンをこうやるとすごくなんか荒れるんですよね。なんなんすかねあれ。なんか昔の2チャンネルみたいな感じになっちゃうんですよ。ね、だから人によってはもうかわいそうなことに、うん、実
実家っていうかね、自宅特定されてえらい目合うとかっていう人とかもいらっしゃるんで、ね、ありますからね。まあそんなもあるんで、でもあのね、まあうちの視聴者さんたちはすごくもうあの大人で紳士、やっぱりそれ、それはどっから来てるかというと、やっぱり元のね、そのアーティストさんのやっぱりその、うん、つながりというか、そこから降りてきてるもんだなっていうのは。まあでも私たちもね、こう取り扱ってるアーティストさんのまあ一ねファンとしてあの語ってる部分はありますので、うん、いやでもそれでも本当になんか寛容な方が多くてすごくありがたいですよね。ちょっとね、あの、あんなになんか盛り上がってくれると思わなかったんですよ。うん、あの正直別のチャンネルってなかなかね YouTube で見に行かないもんなんですよ。あの見てねって言ってもあんまり見に行かないもんなんですけど、うちのそんなライブチャットの時とまあそこまでそれの7割ぐらいは行ってたんちゃうかなっていうぐらい。でもなんかもうもっともっとありがたいのが、コメントして内容が頑張れ頑張れなんか我が子を応援するみたいなおっさんですけど、これめっちゃ応援してもろとるやん俺、ね、私おっさんやけど縁から思いながら、ねえー、これで他の視聴者さんがいてるってなったら、うん、ルームさんってこういうバンドだよっていう感じでこうなんかね書いてくださってる方ね、結構いらっしゃったんで、その辺はね嬉しいなと思いながら、いやいやいや、ちょっとその辺が気づいた点でした ね、 ね、ちょっとまあ番組本編は結構僕早口で喋っちゃったんで、ちょっと聞きづらいところもあったかもしれないんですけど、あのパーソナリティのゆなちゃんもちょっとあわわしてましたけどもうこれに慣れてしもとるから知らないですよね。ここでねこのテンポで慣れて、うん、でこれね、簡単にやってるように見えてちょっと難しかったりするんですよね。だから僕が喋り終わるやろうなっていうところをある程度予測して次を準備してやるみたいな感じの、なんかそういう感覚がこれ普段からやってるからできるわけであって、これがね、あの別の人になるとちょっとやりにくかったりするんですよね。あのどこで切れるかわからないから、喋り出してみたらこう今だ喋るかいみたいな、そうそうそう、だから今でもこういう風にこううまいことこうできるんですよ、慣れてるから。ここはまあそうですよ。だから僕もね、ま、違う人とやるから、あこれどうしたらええかなってなるんですよね。で、あで横で見てたんですよ。あ困ってんなと思ったらもう喋ろうと思ってあ困ったなと思ったら僕が喋るっていう、喋ることはずっとできるんで、あの、まあまあまあね、間を空けないことはできるんですけども、やっぱりね、そのまあ難しいですよね、こういう二人で喋るってこのコンビで漫才と一緒で漫才難しいもんね、あれ間ね、間の取り方とか、間でね笑いと取るとこあるじゃないですか、漫才って、漫才で僕すごいと思うのは、ね、そのテンポの良さで言うとオール阪神巨人なんですよ。はいはいはい、ものすごい速いですからね、大事でございますからねこの速いスピードでこう隙間なくこうポッポッポッとうまいことこう埋めていくっていう、あの漫才はすごいな、ね、いつもねようかまへんな思いながら私見てましたもん。まあ新助龍介とかもそんなやったかな、なんかもうテンポ速かった。昔は漫才師って結構テンポ速かった、もうかぶせてかぶせてかぶせてみたいね。でもその邪魔はしないやり方なんですよね。まあなんかあのぶつかりつつ、いやそうそうぶつかりさでぶつかってみたいなね。そうそうそう、ギリギリのとこで 0.0 コマ何秒かで早いんですよ。あわ楽しいわなんかこういけるかいけへんかみたいなとこでしょ大事らしいですよ、この 0. コマ何秒で突っ込み入れるっていうのは。全然ちゃいますよね、その間が大事だってよく言いますね。そうそうそう、私がこうやってね喋ってる立場だったらわ今のマシ食ったって思うこといっぱいありますよ。そうそうそう、うーんみたいなって何を目指してるんだはいどうもーって言う芸人ちゃいますよ、一応。はいどうもー、ズームさんです。ミュージシャンです、ミュージシャンですって。まあ YouTube しゃべりメインなんでまあそうですね、もうしゃべれた方が得です。もう何につけても得かなと僕思ってて、でまあまあこういうしゃべりに特化したもそこがあるんですよね。で我々自分たちのトレーニングも兼ねて、しゃべっていくと、もう言うて、300本以上は動画しゃべり続けてるわけですよ、こうやって頑張ってますよって自分で言ったけど、一応そのなんかトークを気に入って見ていただいてる方がね結構増えてきたんで、ありがたいことだよね、音楽じゃなくてトークに、いやそれも一つの武器ですよ、武器ですよ、武器でございますよ、それもね。それでいいんですか、もうそれが作戦やったね。いやでもね、皆様が褒めていただければいいんだけど、私たち調子に乗るんで、そうそうそう、よりいい方向に調子乗っていくんでね、ぜひともぜひとも今後もねお褒めにいただいてだからね、またなんかそういう違うところに出るのもまあたまにはありかなと。あんまり最初はねあんまりやりたくないんですけど、まあたまにそういう違う番組に出るのも面白いかなと思いますね。
違う番組に出たらやっぱりいつも通りっていうことができないじゃないですか、うん、だから違った一面の我々も見ていただくっていういい機会にもなるんじゃないのかなっていうふうに思いましたけどね、見ててね。なんかランさんも慣れてきましたもん。だってこう僕がこう触ってるところにこうパパッとこう入れてくるのがね最初ってこう噛み合わへんやん。噛み合わへんくてちょっと変だね、ぶつかったりするんですけど、そうそう、ぶつかる、もしくは変な間があるとかね、うん、あみたいなそれも300本動画やってたらそらできてくるよ人間漫才の練習やんみたいなほんまそうやで。いやほんまにそうや思いますわ。ほんませんほんとほんまに思いますもん。ほんとね、その最初ほんとぶつかってたんですよね、ライブの MC とかで結構ぶつかることあったんですよ。結構被ることが多くて、うん、それが続くと私がちょっと何やねん今やから言うんですけど、うん、それがですねこの YouTube のおかげでですね、その間が分かるようになってきたと。そうそうそう、あ今あなた喋るタイミング始まっておきますそう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 それでうまいこと2人でね、なんとかこう10分でも最近では20分ぐらい喋ってますけど、そうですよね、そういう技もね、なんとかできるようになってきたんで、ね、えらいもんで、こんだけ喋りやねんと。だいたいほんであのこの前の南光サンセット TV のコメント欄にですねはい、はい、あのまあ基本的にこの人たち漫才師的なあのなんかトークメインみたいな感じのコメント多かったです、ね、書いてくれてましたね。いや本望でございますよ、本当に、ね、生配信は夫婦漫才って書いてましたね。そうそう、夫婦漫才夫婦漫才、夫婦かまあでも、まあね、あの嬉しいです、あのトーク褒められるの嬉しいですよ。それは何でか言ったらやっぱ関西人やからっていうのはあるし、まあもうね、おもろい言われるのが一番いいんでね、ある程度面白く、まあそんな芸人のようにね大爆笑は取れないかもしれないですけども、ある程度いや一部分クスクスと笑えるぐらいできたらええかなと思ってて、十分十分、やっぱり動画見てちょっと楽しい方がいいでしょ。なんか真面目にさあの難しい顔して、ね、ホワイトボードでこれがこうで、このこういう理屈でみたいなやるより、なんかもうなんかね、楽にやった方がええんちゃうっていう、ね、その方が我々、まあ、しゃべりやすいよね。そう、しゃべりやすいですね、うん、まあ、なんか解説するぞっていうよりは、まあ、そういうふうに自分の感想を普通に言っていく感じでこう、まあ、しゃべっていくっていうのはね、二人でわちゃわちゃしながらね。そうそうそう、だってランさんもね最初疲れてましたもんね。もう3本ぐらい撮ったらもうヒーヒー言ってもな、いやもうちょっと休憩お願いしますみたいな。でも当時だって10分なかったもんな、ね、なかったっすね。9分しゃべるので、うん、めっちゃ喋ったっていう気してたんですけど、最近わーって喋ってなんかこう、まあ分数が出るんですよ撮ってる時って、ね、パッて見て、うん、もう20分よみたいな若干切らない何やったら30分近く喋ってる時とかもありますもんね。あの話題によっては ね30分ぐらいの時もあるね。まあそれでも結構見て、あのね視聴維持率っていうのは非常に良くて、うちね、まあ、意外とすごいもんで、あの 50% 近くいってたりするんで、あれ結構難しいんですよ、視聴維持率って。その動画の時間の何パーセントを見てるかっていうね、はいはいはい、言ったら視聴者数とその視聴時間で平均したやつ、うんうんうん、平均視聴時間っていうのが出るんですけどね、はいはいはい、でそれが 50% 近くなってるんですよ、うちは。おおお、うん、だからすごいみんな見てるなっていうのはまあ正直、まあ喋ってるだけでございますけれども、あのそんだけね見ていただいてる方がいるっていうのはね、うん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 、非常に嬉しくて、まあさらにねちょっとトークを磨くように頑張っていこうかなと思ってるんですよね、うんうん、でまあランさんもこれからもっと慣れて、まあ僕もですけど、はい、まあだいぶもう慣れましたね。もうね最初あんだけヒーヒー言って疲れて、もうテンポ早いテンポ早いテンポ早いってマクしたてんのしんどいよね、しんどいって思うんだよ。今全然やもんな。まあ素人感はねちょっとまあなくなってきたかなっていうのは、ね、最初はやっぱ出るよね素人感、ね、バチバチの仕事みたいな感じの喋りでしたけれども、うん、だからね、あのなこの前出たその番組が、月に2回ですか、でも、170回ぐらいかな、はいはいはい、僕が出たんで169回目かなんかでしょ。でも僕ら毎日やってるから1年 で、まあ、であの番組だから8年ぐらいやって170回やったんか。でうちの前はまあ毎日分喋るじゃないですか、まあですね、だからまあそれで300何十本ぐらいやってるんで、結構もうその僕らの場合1年でかなり凝縮した感じになる、ね、そうですね、凝縮して練習してるっていう感じです。あのもう修行ですわ、修行。西川清でいう稽古稽古50回ぐらいせなあかんって言ってる。そんなもん稽古300回以上やってますわ我々ねでもそれぐらいねやっぱり喋ってるとどんどん慣れてくるっていう感じなんですよね。ねえ、ほんまにね。まあでもその視聴者さんがあまりにもその優しすぎて、なんかすごくこう、なんか
別の視聴者さんじゃないですか、その違う番組なんで、でその人たちに対してルームさんはこうなんだよとか、あの喋りがメインだよとか、そう、うん、なんかいろんなことを ね、あのチャット欄で書いていただいて、非常にちょっとほっこりしたんですよね、僕は。いやー、ありがたいですよ、それがありがたいなと思いまして、まあね、これからもまた別番組に出たりとか、まあ、ちょこっとするかもしれないですけども、うんうん、まあ、そういうこともあるかと思います、はい、まあ、喋り続けて今後も頑張るんでもう口パリパリになるまで喋るんで、口パリパリになって、声ガラガラになるまでやりますね実はね、これちょっと声張って喉がちょっと枯れてきたぐらいが一番いい声でね、これ喋るとき俺通る声出やすいのよ。ちょっとダミ声の方がええね、こう YouTube 男はね、難儀、難儀ですね。そう難儀ですね、ほんまにやりすぎるともうなんかリリアンって知ってるかな、でも関西人しか知らんな、リリアンってな、リリアン、あのオカマの、いやー、ああ、いつもようマネしてる、いやあんた久しぶりやないのーみたいなそんな声になっちゃうんですけどね、まあ、そこまで言ったらちょっとあかんけど、いやちょっとね、枯れるぐらいが僕はちょうどいいっていうのがありましてYouTube の時はちょっと発声変えて、ちょっと通る声で、まあ結構前に出すようなね、うん、わざとこれはね、声変えてやってますね、うん、普段の喋り声じゃなくて、うん、ちょっとうるさめというか、通りやすいようにしてます、うんうんうん、はい、ということで今後とも我々をね、また応援いただければと思っております、視聴者の皆様いつもありがとうございますということで、ほっこりしましたということで、この動画これにて終了したいと思いますはい、ではもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございます。毎日見てよー。10月秋の